こんにちは、コスケです。今日は1月2日。この動画が公開されている今頃、僕はね、小樽の実家に帰っていると思います。もう正月ですからね、さらっと雑談的な話。車関連の気になったニュースがあったので、それについてね、話してみたいと思います。先日、日本経済新聞に書いてあったんですが、三菱自動車がディーゼルエンジンの新規開発を中止するというようなことがね、書かれていました。2021年までにアウトランダーなどの主力車からディーゼル車の設定をなくして、既存のディーゼル事業も大幅に縮小するというね、まあ、そういうことがね書かれてたんですよね。フォルクスワーゲンの排ガス不正問題を発端にディーゼルはね徐々に規模を縮小していますし、今後2030年の燃費基準達成のためにもハイブリッドはもちろんですが PHEV とか EV にね資源を集中させるんだと思います。日本ではデリカ D5 のみディーゼル車を扱うようですが、ディーゼルの改良のみで新規開発をしないということですから、開発を続けるマツダとの戦いではね、かなり不利になりますし、自然とね、販売数も減っていくように思います。同じグループの日産もディーゼルは新規開発を中止していて、20年代にね、生産を終えるということですし、ルノーもね、減らしていくということで、徐々にディーゼル車は少なくなっていきそうです。ボルボとかポルシェもディーゼルからは撤退するようですし、トヨタもディーゼル乗用車の販売は段階的に終える方針ということですね。で、ホンダもね、来年だったかな、ディーゼル車の取り扱いやめるようですから、いよいよディーゼルは希少な車になりそうな気がします。世界的にね、電気を使ったガソリンエンジンに経営資源を集中するという流れになってきてますよね。北海道はディーゼルが向いている地域なのでちょっと残念ではあります。マツダも燃費基準達成するためかディーゼルハイブリッドを作るみたいな話もありましたから、各社ね、電動化技術に集中していくということなんだと思います。で、燃費という面でね、考えると心配なのはスバルですよね。トヨタのハイブリッドシステムを買うのか分かりませんが、このままだとね、この先燃費基準届かないのでかなり厳しそうな気がします。来年の2021年には欧州の燃費規制でメーカーで販売する車の平均の燃費を 24.6km/L にできなければ罰金になるという話ですから、まあ、トヨタ、ホンダ、日産あたりはね、電動化技術ありますから余裕でいけそうな気がします。で、マツダはね、 48V マイルドハイブリッド、これをね、ボッシュから買うみたいなので、まあ大丈夫なのかなと。ただスバルはね、どうするのかあんまり情報がないので来年不安ですよね。欧州はあんまり売れてないから撤退するというわけでもないでしょうし、今後主力の北米ももちろんね、日本も燃費基準は厳しくなっていくので、このままだとクリアできないんじゃないかと、まあ、かなりね気になったりしています。僕なんかが気にしていることは、当然ね、スバルの経営陣はかなり前から対策考えていると思うんですが、今のスバルのラインナップでターボモデルを全廃してね、燃費の悪いモデルを全部なくして一番燃費のいいモデルだけ残したとしても多分ね、達成できないですよね。まあ、どうするんだろう、すごい気になりますね。日本でも2030年に 25.4km/L という燃費基準になるみたいですし、その頃ね、欧州では 39km/L になるとかってね、いう話もありますから、よほど高効率なハイブリッドか、まあ、PHEV、プラグインハイブリッドじゃないと達成は難しい数値になってくると思います。まあ、これからはね、どこのメーカーもひたすら燃費改善に投資していくということになりそうですよね。まあ、これが達成できないメーカーは淘汰されると思うので、まさにね、この10年が自動車業界激変の年となりそうな気がします。で、もう一つね、電動化といえば、日産が充電定額制のサービスを去年ね、突如廃止しました。僕が今住んでいる家を建てたのが5年前なので、設計したのはね、6年前でしょうか。その時から絶対電気自動車の時代が来ると僕は思っていたので、家にね、充電設備設置してます。玄関にね、こんなスイッチがあって、これはね、電気自動車の充電のオンオフができるスイッチなんですね。これを家を設計する時にあらかじめ仕込んでおきました。押すことでオンオフ切り替えができるので、充電のね、オンオフはもちろんですが、勝手にね、充電されないようにもできるという、なかなかね、便利な機能のコンセントです。
もちろんね、外には電気自動車に充電するためのコンセントがついています。日本なんでね、当然チャデモがついています。まあ家を建ててから5年1回しか使ったことありませんが、いつか必ず PHEV、まあ、プラグインハイブリッドか EV 電気自動車には乗るのでね、その時には活躍してくれると思います。ただやはりね、充電時間だとか航続距離を考えると、家での充電だけでは少々厳しいというのがね、現実です。3年くらい前に日産のリーフを買おうか検討していた時期があって、その時ね、家で充電できて、さらに外で定額制で充電できる日産のサービスに魅力を感じたんですね。2000円プラス消費税だったかな。それで充電し放題だったので、燃料費はね、いくら走っても月に2000円ですから、かなりね、安いです。高めの車両価格を考慮してもかなりね、お得かなと、まあそんな感じがしていました。ただ結局ね、当時リーフは寒さに弱いということが分かって買うのをやめましたが、リーフオーナーの方はね、この定額充電サービスに魅力を感じて購入したという人も多いと思うんですよね。それが去年の12月突如廃止になって、新しい充電プランはね、コスト的には燃費のいいガソリン車とそんなに大きな差はないようなね、結構割高なプランになっています。まあ、新しいプランこんな感じですね。シンプルプランからプレミア40までありますが、まあ、これだと結局ね、年間の燃料費みたいなのが2万円ぐらいいくと思うので、そうなると燃費のいいハイブリッドとかと比べても見劣りしちゃうような感じはしますよね。で、今ね、有料の急速充電で30分1回500円くらいだと思うので、もうそもそもこの価格自体かなり微妙な設定です。これでもね、北海道の冬だと充電スピードも遅くて燃費も悪くなるので、コスト的にはね、 CX-8 のディーゼルの方が、まあ、多分安いでしょうね。航続距離は比べようがないぐらいディーゼルの方が長いですから、まあ、家のね、深夜電力で充電すればかなり安く乗れるんですが、有料充電外ですると正直 EV に乗るメリットがあまりね、ないかなと、そんな感じになってしまいましたね。まあ、家で充電して家の周りを走ると、そういう使い方しかできないような感じがします。いずれ電気自動車に乗りたいという人には残念なお知らせだと思いますし、何よりね、リーフオーナーはかなりショックを受けているんじゃないかなと。新規のね、お客さんはまあ新しいプランでいいとしても、既存のオーナーにはね、まあ、今までのプラン継続しないと日産のサービスは急に打ち切られるかもというね、不安になってしまいますよね。まあ、そして日産といえばゴンさん、年末一番びっくりしたニュースかもしれません。まさかの日本国内からの脱出、レバノンにね、行っちゃったっていう。しかも昨日のニュースで木箱に隠れて飛行機に乗ったとかって言ってましたから、びっくりですよね。まさか木箱に隠れてね、ゴンさんが日本から出るとは誰も思わなかったと思います。まあ、この3つがね、年末の車関連のニュースの中でも特にね、記憶に残っているものでしょうか。今回はね、お正月なので、ちょっとした車関連の雑談ということで、これで終わりにしたいと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。